小千谷市東山地区では五人付きと呼ばれる杵つき餅の作り方が伝わっていて、今日は3年ぶりに見学会が開かれました。これは5、6人で杵を振り下ろし5分ほどで一気につくもので、返し水を使わないためコシと粘りが非常に強い餅ができるということです。東山地区では晴れの日の縁起物として振る舞ってきました。空気を含ませよりうまみを出すために今餅の花を咲かせています。全員で餅を伸ばして出来具合を確かめる工程は餅の花を咲かせると呼ばれ、きれいにできると特に縁起がいいとされています。毎年食べてますけどとても美味しいです。はい、5人付きの伝統は中越地震で被災した東山地区で復興の取り組みとして2008年に復活しました。こういういい触れ合いは残していきたいなと思ってます。食べて美味しい美味しいってくれればこっちも嬉しいですし力になります。5人付きの見学会は来月にかけてあと4回開催されます。